聖林館高校、2018年に対馬市から愛西市へと移転。そんな真新しい校舎の聖林館高校に昨年10月ある同好会が発足しました。それはダンス同好会。発足からわずか4ヶ月で25人も集まり大人気の様子。生徒会の投票で決まって、自分たちで立ち上げたわけではなくて、生徒の投票があって、なんか作ってみたい部活の投票で1位と2位になった部活ができて、写真部とダンス部なんですよ。作ってみたい部活動アンケート堂々の第1位になり発足したダンス同好会。今回はその先頭に立ってみんなを引っ張る白井良和選手を紹介します。練習場所は基本空いてるところを探してやってる感じなので、結構慣れてくるとみんなに見てもらいたいという気持ちも出てきて、外で自分たちでやりに行ったりだとか、はい、なので最初のこういうウォーミングアップとかは教室で、で、形ができてくると、ちょっと外でっていう感じの流れになってますかね。ダンス同好会の備品はこのスピーカーのみ。しかしこのスピーカーさえあればどこでも練習ができます。発足から4ヶ月経ったダンス同好会、よく見ると女子生徒ばかりです。それもそのはず、男子生徒は白井選手ただ一人。近く来ないで。いい表情だよ、頑張って。はい、6。他に男子生徒がいないので、ストレッチの相手は前田先生がしています。小さい時からテレビに映ってるアーティストさん、Perfumeさんが大好きで、Perfumeさんの音楽とか歌に合わせて踊ったり歌ったりすることが大好きで、で踊ることにすごい興味を持ってダンス同好会に入部しました。そんな白井選手、自分を出せるダンスのジャンルがあるそうです。なんかバキバキのヒップホップっていうよりかは、やっぱりしなやかな表現を使ったりとか、今やってるガールズダンスとかはもともと体が柔らかかったりするので使いやすかったりします。彼らが今練習しているのは大人気女性 K-POP アイドルグループのダンス。K-POP はどんな方にも馴染みがあって、結構簡単な動きだったり難しい動きもあるんですけど、未経験の子でも馴染みがあったり踊りやすいような振り付けなので、みんなで練習していけるように選びました。抵抗はあんまないです。自分がもともと興味を持ったアーティストさんが Perfumeさんで、ガールズグループだったので、最初やっぱり踏み出したジャンルはガールズだったので、特に抵抗はなく踊ってます。K-POP が好きな白井選手、昨年の夏休みに語学留学へ行くほど韓国の文化が大好き。しかしご家族に韓国留学の相談をしたら、ある条件を出されたそうです。まずテストで赤点を1個も取るなっていう、勉強が苦手なので赤点を1個も取るなっていうのと、寝坊するなっていうの、2つの条件をクリアして行かせていただきました。取材にも素敵な笑顔で応じてくれた白井選手、周りのみんなはどう見ているんでしょうか。爆発的なパワーがあって、周りを巻き込んで笑顔にできるような人です。完璧な先輩なんで。本当勉強面は分かんないですけど部活面に関しては、一言で言うとムードメーカー的存在かなと思います。男の子一人なので、なんか逆行一転って感じではあるんですけど、それでも他の女の子たちよりも積極的にみんなに話しかけてくれて、未経験の子たちとか、あと経験があって
バリバリやってる子たちにも、まあ、わけ隔てなく話してくれるんで、まあ、本当に助かってますね。しかし彼には意外な事実が。ダンスは未経験です。常に先頭に立って頑張る白井選手、実はダンス未経験者だったんです。そこでダンス同好会のみんなに聞いてみました。みんな下がってもらって、この中でダンスの経験者だよって人、手高く高く高く、はい。ダンス経験者も多く在籍しているのです。その中でチームの中心に立って指導したり励ましたりする白井選手、プレッシャーは感じないのでしょうか。やっぱり口出ししていかないとチームのパフォーマンスは上がらないので、ちょっと最初は怖がりながらすごい注意したりとか、ここをもっとこうしてとか言ってました。経験の差をダンスへの愛で埋めながらやってきたダンス同好会、大変なことはなかったんですか。1週間で曲を仕上げなきゃいけない時があったので、3日ぐらいでフリーでして、立ち位置とかをあと3日で決めて、撮影を1日でしてみたいなのが一番大変でした。できたばかりのダンス同好会に初めて舞い込んだイベントは、3年生を送る会のための動画撮影。私たちが先輩方へ送る一文字は進むです。私たちは去年よりできた同好会なので、先輩方とあまり関わりはありませんでしたが、新しい環境へ進んでいってほしいという思いを込めて踊ります。ありがとうございました。卒業していく先輩たちのために心を込めて踊り切りました。やっぱりいろんな人と力を合わせて一個の大きいパフォーマンスを作るっていうのが目標で、それまで結構練習が必要なので頑張っていきたいなって思ってます。ダンス同好会は4月から部に昇格します。パワーアップしたみんなが目指す舞台とは。6月のオールジャンルの大きい DCC っていう大会で披露したいと思っています。初めてですごい大変だと思うんですけど、大きい目標に向かって DCC に向かって頑張っていきたいと思います。素敵な仲間と自分たちらしい作品を作り上げていく。ハイスポは頑張る白井嘉一選手を応援します。ダンス同好会頑張るぞ。